二瓶勤最新作大雪海のカイナ。今からでもわかる作品の世界観やストーリーをダイジェストでお届け。星を覆う軌道樹の最上部で暮らす人々は天幕と呼ばれる幕の上で生活をしていた。軌道樹は星に点在する巨大な木。天幕の村に住む少年カイナは軌道樹の下にも人が住んでいるかもと夢見ていた。一見平和な村だが、枯れ始めた軌道樹から湧き出る水も少なくなり、村は衰退の道をたどっていた。軌道樹そのものが枯れつつある。文字を伝える文化も衰退し、かろうじて看板を読む知識だけが伝わっていた。ある日、雪海の世界より浮遊宙に乗って一人の少女がやってくる。天幕まで登ってきた少女リリハは気を失っているところをカイナによって助け出された。初めて目にする若い女性に戸惑うカイナ。誰？僕はカイナ。賢者様。リリハは天幕に住む賢者を求めてやってきたのだという。リリハ、賢者様を求め天幕を目指して。ああ、女性、この人は看板爺だよ。おとぎ話のように語られていた天幕の世界。しかしそこにはリリハの求めていた賢者はいなかった。すごい高さ。自分のいた世界の話をするリリハ。それは天幕の村以外に人がいないと思っていたカイナたちにとって衝撃の内容だった。あんたは雪海から来たということかね。はい。限られた。さらに驚くべきことに、雪海の世界では少ない水をめぐって国同士の戦争が起きているという。バルギアという強大な船団を持つ国が近隣の国から次々と水を奪い始めたのです。水を奪われた国は廃墟となり、生き残った者も奴隷となったと聞きます。子供の頃、母がよく、リリハが賢者を探している理由、それは不思議な力を持つ賢者は水を無限に生み出すことができると。水があれば雪海の世界の争いはなくなる。しかし天幕には賢者はいなかった。ヤオナ、みんな。では雪海の世界に戻る術を探していたリリハのために、看板 G はあるものを準備していた。これはすごく硬い。材質はわからんが、特別に頑丈なものだ。樹皮削りといってな。樹皮削り、代々伝わる大切な大工道具だ。これで樹皮を削ればロープの引っ掛けが作れる。お前も行くんだカイナ。え？道案内できるのはお前だけだ。僕が一緒に？しっかり送り届けてあげるんだ。危険な目に遭いながらも雪海の世界に帰ってきたリリハ。戻ってきた。やったねリリハ。しかしアトランド侵攻を目論むバルギアの兵士たちに待ち伏せされていた。あ、登ってきてる。え？バルギア、逃げなきゃ。え？そこへオリノが率いるアトランドの兵士も駆けつけ、リリハ救出作戦が展開される。これより敵艦隊を吸収する。わけのわからないまま争いに巻き込まれたカイナはリリハを守るため決死の行動に出る。この後どうするの？だって浮くんでしょ、これつけてると。行こう。必死に逃れようとするも、リリハはバルギアの士官アメロテに捕らえられてしまう。
バルギアにリリハを捕らえられ、失意のままアトランドに到着するカイナだったが、初めて見る人の多さに驚く。さらにリリハの父であるアトランド国王ハレソラは非常にも娘を見放そうとする。え？どうやってリリハを救出するか悩むカイナの前に、リリハの弟ヤオナが現れる。僕はヤオナ、リリハの弟だよ。リリハの弟？僕も一緒に行くよ。リリハを助けたい、同じ気持ちを持った二人は秘密の抜け道からリリハの元へ向かうのだった。リリハ救出のため機動樹の根を行くカイナとヤオナ。雪海の下には幻想的な世界が広がっていた。一方、捕らえられたリリハは人質としてバルギアの提督ハンダーギルの前に引き出される。いい面構えだ。なんとか交渉の場にたどり着いた二人だったが、リリハはバルギアに連行されようとしていた。リリハ救出のためバルギアの船に乗り込むカイナとヤオナ。お？いや、ようやくリリハを助け出した二人。三人を乗せた船はバルギアの要塞に到着する。次行くぞ。潜入した敵国バルギアは噂とは異なりハリボテの要塞だった。私、脱出方法を探していたリリハたちは侵入者を探すアメロテに追い詰められようとしていた。危機一髪、アメロテから逃れることができたカイナたちはスラムで知り合ったドクロ兄弟団にかくまわれる。すべての人を養えるぐらいでっかい機動樹があるなんて言ってたぜ。でっかい機動樹。そこで判明するバルギアの成り立ちと、すべての水を賄える巨大な機動樹の存在。でっかい機動樹。バカ言うな。そんなものがあればバルギアだってこんな戦争してねえよ。我ら大機動樹の話を信じたドクロ兄弟団の助けを受け、カイナたちはバルギアを脱出する。お父様。命からがら帰ってきたリリハは大機動樹の話を国王ハレソラにするも、信じてもらうことができなかった。もうこの話は終わりだ。急がないと戦いが始まってしまう。ハレソラを説得できなかったリリハはカイナが見つけたという王宮地下にある旗に望みをかける。機動樹って書いてある。へえ、これが機動樹か。こっちにも。あ、じゃあもしかしてこれも機動樹。そうだよ、よく読めたね。やっぱり。え？これ地図だ。ほら、僕がいた天幕の村はこれ、アトランドはこれだ、そしてそこが大機動樹だよ。天幕から見ていた石とぴったり合うんだよ。ここに書いてある文字が大、でっかいってことなんだ。つまりこれを見ながら船を進めれば大機動樹にたどり着くことができるってことね。うん。なんだろう。そしてカイナたちは地図の近くにあった巨大な浮遊棒を見つける。姉様、これ見て。その大きな浮遊棒を使って向かう場所なのかも。戦いを回避したいリリハたちの努力も虚しく、ついに戦争が始まってしまう。始まるぞ。一方、オリノが率いる別動隊が移動要塞に乗り込むものの、作戦に気づいたアメロテが立ちはだかる。制圧したらお前たちの負けだ。無駄だ、見ろ、もうあれが動き出す。
我々は建設者と呼んでいる。圧倒的な力を見せつける建設者。そしてハレソラのもとに地図を運ぶリリハにも建設者からの攻撃が及ぶ。放たれた赤い光を受け倒れる建設者。兵力はまだこちらが圧倒的なのだ。一気にひねりと。そしてハンダーギルもオリノガの手によって倒されたのだった。ハンダーギルが倒れ戦争は終わった。王宮の地下で見つけた地図は失ったものの、カイナは広間に飾ってあった旗が複製したものだと気づき、大起動樹までの道を示す。大起動樹。うん。はい。水を求めアトランドとバルギアの民が手を取り合い、大起動樹への旅が始まる。教えてください、世界は救われるんでしょうか。文明が雪海に沈んだ星、今のままでは人は滅ぶしかない。残された人類が目指したのは、引き落とされるぞ。確かに。あと少し。ようこそプラナトへ。あなたの足が突き避けた。これは文字だ。文字を知っているのか。指導者病山様に礼。私は賢者の知恵を受け継いだんだよ。光いるのだな。そこにあれが。君に何を伝えた。精霊に選ばれし者は、何これ、新しき世界へ我々を導くだろう。君は一緒に来たまえ。いや、姉様、この方法以外人間が生き残る術はないんだ。さあ始めようか。カイナ、いや逃げて、出して出して。そんなことしたらたくさんの人が死んじゃう。導くんだ、新しい世界へ。世界が終わる、その時
彼らの取った選択とは。カイナ、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 行こう。大雪海のカイナ、星の賢者。